燥が気になる季節になりました。温泉でも行ってしっとりしたいところですが、私は肌をふかふかに蒸してから雪肌精。すっかり温泉気分です。あ、家だった。ごわつき潤し肌ふっくら、冬は蒸した肌に雪肌精、いかがですか。